あなたは素晴らしいって言葉なんですね。今日のライブを通して一人一人の人がね、自分自身の素晴らしさに気づいてください。そして自分自身の素晴らしさに気づいたら、他の人にもね、あなたは素晴らしいって言葉をね、どんどんかけてあげてください。それでは、ありがとう。素直じゃなくてごめんね。勇気がなくてごめんね。知ってる人歌って。まっすぐ届けこの想い。たった5文字の一言、たった5文字の一言。他の誰かじゃいけなかった、他の誰かじゃいけなか、あなたじゃなくちゃいけなかった、あなたじゃなくちゃいけなか。泣きそうなほど嬉しくて、泣きそうなほど嬉しくて。たった5文字の一言、たった5文字の一言。出会ってくれてありがとう、出会ってくれてありがとう。愛してくれてありがとう、愛してくれてありがとう。あなたの全てにありがとう、あなたの全てにありがとう。ただそれだけ。そばにいるのに言えなかった、そばにいるのに言えなかった。照れくさくて、照れくさくて言えなかった。何度も喉に出かかった、何度も喉に出かかった。たった5文字の一言、たった5文字の一言。ぎゅっと支えてくれたから、ぎゅっと支えてくれたか。じっと守って、じっと守ってくれたかな。今日まで生きてこれたよ、今日まで生きてこれたよ。たった5文字の一言、たった5文字の一言。命をくれてありがとう、命をくれてありがとう。育ててくれてありがとう、育ててくれてありがとう。あなたの全てにありがとう、あなたの全てにありがとう。ただそれだけ。ララララありがとう、ララ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 、ありがとう、ララ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 、ありがとう、ララ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 、ありがとう。たった5文字の一言、たった5文字の一言。もう一回行こうか、ワンモンタイム。ララ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 、ありがとう、ありがとう、ララララララ、ありがとう。ゆっくりと、ゆっくりと、たった5文字の一言、せーの、たった5文字の一言。杉浦貴之。はい、今日主催してくれた春田、ありがとう。そして、手伝ってくれたスタッフのみんな、ありがとう。そしてピアノ、香織ちゃん、ゆかりちゃん、ありがとう。そして PA をやってくれたヒロ、ありがとう。はい、でこの素晴らしい、ね、スペースを、ね、提供してくれた上田さん、ありがとう。はい、今日 あのビデオ記録係をやってくれた、ビデオアーティスト、トシ、ありがとう。あとは、かな、あとは、チームメッセンジャーのみんなと花火と、
今日話してくれた古石さん、そして佐藤さん、今日話してないけどサポートしてくれる佐藤さん、あと誰だっけ今日話してくれたの、あ、影山先生ね、あ、書いちゃったね、わかったわかった、はい、じゃあ本当にね、今日手伝ってくれた人もここで出会ってくれた人ももうお客さんとも呼べないようなソウルメイトたちもね、出会いは必ず用意されてます。そして偶然の出会いは一個もありません、全部必然です。で今日ここでね、なんか感じたことをね、また自分の生活に戻ったらそれを隣の人に伝えてあげてください。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。はい、ご苦労さんでした。明日は杉浦さんのライブがあるのでちょっと告知をしてください。